8人の中で予選から準決勝で最もタイムを伸ばしてきて迎える決勝です。勝負が始まりました。女子 200m 個人メドレー決勝。ただ前半飛ばしていくであろうウォルシュに大橋もついています。6レーンのヨウ・イテイが前半行くでしょうか。中国ヨウ・イテイ行った27秒22、平泳ぎで上がってくることを考えるとやはり大橋はここで先頭に立ちたい。先頭に立ちました。大橋先頭です。ヨウ・イテイが先頭、大橋はただし0秒07差。ウォルシュが3番目。とにかく自由形に対して余裕を持っておきたいですよね。後半に強いアメリカのダグラスは4レーン、大橋からは体一つ分遅れている。さあ最後の 50m にいよいよ入っていく。大橋の順位はどうか。先頭ウォルシュ、大橋0秒07差。ウッドが3番目。ラスト50、夢を乗せて大橋勝負のラスト50。粘れ。先頭ウォルシュ、向こうが大橋、ダグラスも上がってきている、アビーウッドも来ている。いけますね。4人の戦いだ。大橋どうか、上がってきた。大橋上がってきている。どうか、手前のウォルシュとの戦いだ。大橋金メダルもあるぞ、金メダルもあるぞ。さあどうだ、勝負だ。ラスト5メートル、大橋どうだ。大橋対ウォルシュ制した。大橋金メダル。ものすごいことをやってのけました。日本競泳女子史上初めての2冠達成。正直すごい接戦になると思っていて、まあ、その中で金メダルって言われるとどうかなと思ってたんですけど、まあ、最後本当体自分も止まって